トヨタ JZ エンジン、トヨタ 1JZ GTE、トヨタ 1JZ GTE とは、トヨタ自動車が製造していた、トヨタ製 1JZ GE のターボ仕様のエンジンである。JZ 系エンジンの中で唯一ヤマハ発動機がシリンダーヘッド開発に関与していた、ターボチャージャー付き直列6気筒ガソリンエンジン。大きく分けて2機種存在する。 M 型エンジンの後継機として開発された JZ 系エンジンのターボ仕様であるが1980年代中期から後期にかけてトヨタの主力エンジンであった 1998CC 直列6気筒エンジン 1G ゲウのツインターボ版 1GGTE の後継エンジンとしての側面もあった1990年8月に JZX81 系 M2 シリーズや ジャザ7 0系スープラに初めて搭載され、その後3代目ソアラやフルモデルチェンジした j z x 9 0系 Mark II シリーズにも搭載された。このエンジンは 2491cc の直列6気筒であり、トヨタ製 CT12 型セラミックタービンターボチャージャーを2機搭載し、最大出力280馬力を発揮したツインターボエンジンである。 この軽量なセラミックタービンによって非常に良いアクセルレスポンスを持ち、またターボラグの低減が当時としては最先端といえるレベルまでなされている。また、登場当時、自動車製造業界で行われていた280馬力自主規制の上限値280馬力を最小排気量で達成した。このエンジンの本体は、腰状に一 j z g e 用 DOHC ヘッドを ヤマハ発動機がこのターボエンジン専用に再設計したヘッドを搭載。溶果は 1JZGE とシリンダーブロック、クランクシャフト、オイルパン、補機類が共通している。その他に当時要請されていた環境対策にエミッションコントロールシステムの燃料、蒸発ガス抑止装置とブローバイガス還元装置を 1JZGE と共通して採用したことにより対応した。 もちろん、ベースエンジンの 1JZGE との異なる点も多くあり、前述のシリンダーヘッドに加え、TD を採用してターボチャージャーによる下級時の添加性を高めており、さらにピストンが高負荷時の高温にさらされる場合に備え、熱伝導率の高いアルミ合金製のクーリングチャンネル付きピストンを採用しピストンの冷却性と耐熱性を大きく向上させている。 またクーリングファンも電子制御油圧駆動式に変更され、常に適切な風量を送り続けられるようになり、冷却性能が大幅に向上した。JAZA70 スープラを除く当該エンジン搭載車はサブスロットル式スロットル TRC を採用している。これは駆動輪のスリップをエンジンのトルク制御とブレーキ制御を総合して抑制する安全装置であり、 このエンジンで採用されている TRC は1989年 F10 型セルシオのエンジンである 1UGFE から技術転用されている。可変バルブタイミング機構を備えたシリンダーヘッドと CT15 バイト型セラミック製シングルターボエンジンへと改良された。1996年8月に Z30 ソアラのマイナーチェンジで登場した。 マーク2系は翌月より搭載された。280馬力の数値は変わらないが、2400rpm という低回転で 38.5kgm という最大トルクを発生させた。スープラの 2JZGTE で採用された電子制御サブスロットルシステム ETOX が使われた。第1世代と同様にエンジン本体の耐久性は高く、 フルカウンタークランクやセミタンゾピストン、メタルヘッドガスケットなど、市販車の中では高強度なパーツが採用された。JZX110M2、ベロッサ以降に搭載されたものではスロットルがワイヤー式からドライブバイワイヤー式になっている。ベロッサやクラウンアスリートにも搭載され、2006年の M2 ブリッドを最後に生産を終了した。 JZX110 系と JZS171 系はスロットルシステムが Etox-I に変更された。電子制御スロットル Etox-I は Beams に JZGTE VVT-I でも採用され、サブスロットルは廃止された。JZX110M2 Veloxa には、それぞれフォーチュナヤマハパワー、スペチェアレと名付けられた300馬力2400。24 RPM 39.7kgM-1JZ の GTE を搭載した特別使用車も販売された。モデリスタとヤマハが共同で手掛け、専用ターボが装着されていた。1960年代より、トヨタ自動車の DOHC エンジンは、ヤマハ発動機によるシリンダーヘッド開発及び製造によって生産されてきた。しかし、 トヨタ自動車のエンジン開発部門が自主開発しそのこそあら専用エンジンとなった c m ゲウ型エンジンが登場して以降はトヨタ自動車単独での DOHC エンジンの生産が M 型エンジンをはじめとして行われるようになった。当然 M 型エンジンの後継機の JZ 型エンジンも 同様であり 1JZGE を基本とする 1JZ フスや 2JZ 型エンジンなどは、ヤマハ発動機による関与が一切存在しない。実際に 1JZGTE のベースエンジンである 1JZGE とは前述の溶日部品の他に、シリンダーヘッドの DOHC 構造で、バルブハサミ角が、両機とも45度と共通しており、 ヘッド形状も全く共通点がないわけではなく、カムシャフト付近のタペット部の形状はかなり似通っており、吸排気系の形状が異なる程度である。また、ヨーカの共通部品やダイレクトイグニッションシステムだけでない、エンジン部品全般はトヨタ自動車のみで開発及び製造が行われている。上記の理由から、ヤマハ発動機制という表現は語弊があり、厳密には、 ヤマハ発動機によるシリンダーヘッドの開発協力が行われたトヨタ自動車製エンジンが正確な表現である。ありがとうございます。